にちは。どうも、お越しくださいました。ありがとうございます。はい、それではただいまから父の日のバラの贈呈を始めさせていただきます。本日の贈呈式は父の日にバラの花を贈るという習慣になりまして、市長、父親の代表といたしまして市内で生産されたバラを贈呈させていただくものでございます。今回で24回目になります。本日は福岡県の夏季農業協同組合の原代表理事会長、鬼木理事、また富田バラ部会長さんにお越しいただいております。また夏季農協の営農指導課の平原課長、坂部主任、また広橋さんの3名の方にもお越しいただいております。はじめに原部会長、一言ご挨拶します。大変お忙しい中にですね、今日は私のために時間を取っていただきました。ありがとうございます。父の日というのは1920年にアメリカで、父に感謝を申し述べるということでバラの花を贈ったということからですね、始まったわけでございますけれども、私どもの夏季農協はですね、1976年に、父の日にバラをということで消費拡大のイベントを始めて、今回でちょうど40回目になります。その中で、まだ福岡市長さんに、こういったバラの花を贈呈するのが今年で24回目となります。そういったことで、福岡県はですね、夏季産業の盛んなところでございまして、全国第3位の生産量を誇るわけでございます。そのうち福岡市はですね、特にバラにつきましては、県内の4分の1を担うということで、県内では本当に県外地のバラ産地でございます。そういったこともですね、福岡市民の皆さん方に知っていただくということと、また、花に親しんでいただくということをですね、記念いたしまして、その、やってきております。で、本日は6月12 21日は、父の日でございますので、福岡市民の代表と、父親の代表ということで、高千穂市長の方にですね、バラの花を贈呈させていただいています。贈呈いたしますのは、バラ部会の部会長しておりますけれども、福岡市西区の西野路でバラを作っております富田浩二の方から、お渡しさせていただきますので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ではバラの贈呈に移動させていただきます。本日は先ほどご紹介ありましたように、市内で生産が一番盛んな西区北崎地区で育てられましたバラをお持ちいただいております。では富田部会長、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。わ、すごい綺麗。むしろこうやってこう見たのが見せたい感じです。すごい。こちらまいります。はい、笑顔でお願いします。はい、行きます。はい、ありがとうございます。さすが、もちろんいいですか。こちら、あ、レッツブタ。はい、すみません、大丈夫です。ありがとうございます。どうもありがとうございます。これ本当にパラパラですね。もう感謝込めて作ってます。ありがとうございました。どうぞ。まあ、先ほどからですね、福岡市はですね、県柿農協さんと提携してですね、品川さん柿の販路拡大ということでですね、海外のプロモーション活動を行っております。まあ、そういう点も含めてですね、一応素晴らしいお考えです。よろしくお願いします。サムライこれはサムライティー。え、サムライ品種、サムライティー。サムライティー、はい。へえ、日本で一番高バラで一番売れてる。おお、いや、すごく赤が品のある赤で、ね、綺麗で、ありがとうございます。いや、特に福岡市内でというのは、そのバラが県内の中でも非常に盛んということで、母の日のカーネーションは、もちろん有名なんですけれども、ぜひ父の日もですね、皆さんにバラを送っていただけたら、それはお父さん喜びますよね。バラを作るときにどういうことが大変なのか、気を使うところは、このところは需要と供給のバランスがちょっといるときにその量その出荷できるかどうかっていうのを調整しながらしないといけない。あ、なるほど。あと安定供給っていうのも一つの課題っていうのもあります。
番その需要が高いというふうに10月、11月が結婚式が多いんで、そのブライダル関係の品種は多いんですけど、あと卒業式シーズンですね、花束が結構動きますので、まあ、ちょっと特別な、なんかバラっていうと特別なバラですか。いやいやいや、特別なこう、なんかこういろんなお花の中でね、バラってなんかちょっとこう特別感がありますよね。基本的にやっぱバラで一番そうですね、はい、バラを送るっていうね、はいはい、バラを贈られた女性はいますか、この中で。バラ嬉しいよね。バラはやっぱなんかすごい思いがこもってる感じのやっぱバラをね、赤なバラをっていうね、歌にもなってますけど、どうですか、父の日にバラをっていう、これもっともっと広がったらいいですね。はい、もう先ほど言いましたようにですね、もう40回目になるんですよ、ええ、で昔は、まあ、タメデパートがある時は、まあ無償で提供したりだとかですね、そのプレゼントして、アルケミのスナップだとか、そういったところにも来てもらって、こうリクエスト取りながらね、バラの花配ってもらったとか、いろんなイベントやったんです。はい、まあ、全国でもね、知事のバラをということで、まあ、イベントやってますんでね、ぜひ、まあ、浸透するの、まあ、ハーフには絶対負けますね。そこだけは弱いところです。それはね、多分ね、花の問題じゃなくて、父と母のやっぱり色んなあのね、そうだと思いますね。そうでしょうね。でも、まあ、福岡市内でやっぱり非常にやっぱり花が盛んだということで、まあ前回、去年ですね、香港で新しい市場を求めてチャレンジをスタートしましたけど、ぜひいい販路をですね、見つけて、でまたやっぱ品質のいいこの福岡のお花っていうものをね、花器をぜひしてほしいですよね。木曽崎の花焼きで、そうですね、西区焼きですね、西区焼き。そうですよね。今お花の状況はどうですか。まあ、おかげでですね、まあ、4月から、まあ、去年の分野で消費税の増税だったんで消費税だったんですけど、まあ、今年は今のところ、まあ、今まで順調に、はい、そうですか。まあね、お花をやっぱ買う余裕とか、うん、心の潤いっていうのは大事ですよね。もっとこれからなんかね、あれはどこやったかな、バンクーバーかシアトルか行った時に、みんな家の玄関のところに花をみんな飾ってたんですよ。すごいなと思って、生活にその余裕があるんだっていうね、もう家帰ってもう寝てだと思って、家を花で飾るって素敵だなってそういうね思ったんですよね。まあ、今随分ホームセンターとかでもね、いいポットとかね、おしゃれなのとかでもね、まあ、そういったことね、少しずつでもね、こう家庭にちょっとでも花をね伸ばしてもらうことが、まあ、消費拡大にもつなげますし、私どもいろんな、まあ、いい風の日だとか、フラワーバレンタインだとか、そういったやつも、まあ、消費拡大やってますので、ね、まあ、そういったことで、まあ、本当にこう一般の消費者が、まあ、花を楽しんでもらうということをですね、うん、ぜひお願いしたいと思いますけどね。福岡のそのお花っていうのは非常に品質がいいっていうふうに聞くんですが、何がこう違うというか、こう強みとかいうところはどこなんですか。一つはですね、まあ、福岡県はですね、昭和27年くらいから育種者が非常に多くてですね、はい、福岡県では新品種の審査会やってるんですね。それが今業界では、まあ、福岡県みたいに昔からこう育種をやってる県はないんですね。そういった意味では新しい品種が生まれる、またいろんな商品を伸ばすためにも品種改良されてる。だから今のひまわりのね、今メインで売ってますヴィンセントというそこの親元は福岡の市名で作っています中島礼一さんの太陽、ひまわり太陽という品種があるんですね、うん、そこからの枝分かれです、うん、それがなかったら今のひまわりは出てないんです。それぐらいに福岡は非常にこう育種者が頑張っていただいて、いろんなその花の創出ができるということには重視しています。だからシクラメンにしてもですね、トルコッキーにしてもですね、結構福岡に行ってます、うん。だってもともと種っていうものが結構この福岡から出てるって言いますよね、うんうん、はい、多いです。
てるんですね、歴史として。皆さんとして何かこう、ぜひここはアピールしたいと思います。まあ、一般の家庭でそのテーブルに少しでもいいんで、まあ、飾ってくれれば消費が拡大するし、いいなとは思ってる。本当ぜひやっぱりね、うちはいわゆる消費地と生産地がとても近いのでね、その辺のまた強みっていうのもあるでしょうしね、また対外的にアジアに向けてっていうのも非常に、やっぱり特に香港なんていうのはね、やっぱりマーケットとしては非常にターゲットだなっていうのは、まあ、去年のね、まあ、いろいろと投資とも思いますので、ぜひ一緒に消費拡大に向けて、お願いします。今日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。話が進んでいますけれど、じゃあこれをもちましてです。篠井のバラゾーを提出させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。